グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の副首相はイギリスの内閣における役職の一つである。2015年5月8日より空席。イギリスの副首相は常設のポストではなく首相によって副首相が任命された時のみ在任する。他の閣僚と同様、国王によって認証が行われる。内閣の一員であること以外には法的な職償を。 伴わず、首相の職権を臨時に代理したり、継承したりするといった規定や、慣行もない。類似した役職として、同じく非常説のポストである、筆頭国務大臣があるが、こちらも名誉職であり、他の閣内大臣によって兼任されることが多い。いずれも、首相不在時に首相に対するクエスチョンタイムが開かれた際、首相の代わりに答弁に立つことはある。イギリスにおいて、 最初に副首相という役職が登場したのは、ウィンストン・チャーチル政権下の1942年のことである。当時のイギリスでは、第二次世界大戦遂行のため巨国一致の大連立内閣が形成されており、庶民院で第一党の保守党の党首チャーチルが首相を務める内閣に、下院第二党である労働党の党首クレメント・アトリーが副首相として入閣した。 第二次世界大戦後のイギリスでは、再び単独政権の時代が長く続き、副首相の任命が行われないことも少なくなかったが、2010年に行われた総選挙では、どの政党も単独では、下院の過半数の議席を獲得できない、ハングパーラメントと呼ばれる状態となった。その結果、保守党と自由民主党の二党によって、戦後初となる連立政権が発足し、 保守党党首デイビッド・キャメロンが首相を務める内閣に、連立のパートナーとなった自由民主党の党首、ニック・クレッグが副首相として入閣した。ありがとうございます。